お修理の教え方と学び方。はい、こんにちは、山置俊蘭です。今日は習字の教え方と学び方についての講座です。この講座の目的は3つありまして、1つ目は小中学生さんの書写授業の受け方、そのお役に立てればと思うこと、2つ目は書道の経験のない学校の先生方が、授業の書写授業の進め方に迷われることがあると思うんで、それのお役に立てればと思うことです。それから3つ目は一般的に習い事っていうのは指導者からの片側通行が多いように思うんですが、今回は生徒さんに大いにわからないこと、疑問に思うことを大いに質問していただき、それに答えつつ重要なことをピンポイントでお伝えしていければと思っています。第1回目、次回から第1回目が始まりますので、楽しみながら見ていただくといいと思います。よろしくお願いいたします。はい、講座ご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。